ってものすごい投資がかかりますから、何十兆でかけて投資してきたものを二足三文で売るわけですよ。その通り。しかもね、国鉄だって民営化するときに一番儲かる新幹線部門を取って、そこの会場と癒着しちゃう、そういうことがあったり、郵政民営化だって郵便局が持ってた官報の宿とかね、うん、ああいう高級旅館がですね、うん、二足三文で外国の企業に、フロント企業に買われていってるわけですよ。その通り。 NTT 法の改正だって、あれも結局 NTT がこれまで作り上げた通信網って何十兆もするものをね、 それを時価総額15兆円で 30% 放出したら5兆円、それを防衛費に当てましょうなんてバカなことを言っていて、通信インフラが最大の防衛だろうと、それを外資に売り飛ばして、どこが防衛のためなんだと。